電極板の間の距離に比例して電位が変化するので、導電位面は電極板と平行です。電荷は静電容量に比例し、静電容量は誘電率に比例します。電解は誘電率の大きさで変化はしません。引火する電圧と極板間の距離で決まります。計算すると電速密度は電極板の単位面積あたりの電荷量と等しいです。静電エネルギーは静電容量に比例し、静電容量は面積に比例します。